こんにちは、ゆりこの映画です。どうも、今回スペシャルゲストが来ました。みさこんちゃんです。ありがとうございます。かわいい。どうも、嬉しい。多分もう結構有名人ですが、多分知らない方もいると思いますが、はい、なんか自己紹介とか聞いてもいいですか。はい、ロリータモデルとナースの仕事をしてます、青木みさこです。よろしくお願いします。そう、実は私13歳の時にみさこあきちゃんのことを見てます。ありがとうございます。ねえねえねえ、嬉しい。そんなに若い時から。あ、めっちゃ懐かしい、マネックス。そう、あ、これ2004年ぐらいのやつで、私出てるのかな。出てるかもしれない。あ、出てた。出てるよね。2004年。あ、違う違う、超嬉しい。やっぱりあれ、今から何年前だ。16年前。え、すごい、16歳になってですよね。これ私ですよね。これ私。そうそうそう、なんかでもなんか失礼かなって思ってて。ああ、そう、これも、いやいや、変わってますよ、だいぶ。もっと可愛くなって、失礼、でももっと可愛くなった気がするよ。いや、なんか幼い。ということで、なんかこの雑誌を見るとやっぱり、まあ、外国人として原宿ファッションすごく憧れて、うんうんうん、実は私も14歳の時はロリータでした。え、はい、ベイビーとかよく着てたんです。え、でも買う場所は、あ、フランスにあった。フランスにあったし、実はイタリアのコスプレイベントの時がなんか、そこになんか売ってるブースが、はい、ブースが売ってたんですね。で、これも売ってたから、あ、そこで買った。多分この値段だと1000円。1000円ですよね。私は4000円で買ったから。めっちゃ持ってる。嘘でしょ。今はインターネットとかあるなんですけど、やっぱり昔はね、インターネット自体がなかったから、持ってくる人もこう、もう超ザレアのものだから。例えばロリータわからない方だと、簡単にどうやって説明すればいいですか。そうですね、ロリータはロココ調のファッションを日本風にアレンジした日本発祥のファッションです。ですよね。私は実は一番最初、多分ロリータのことをもうちょっと分かるようになったのは、カミカズガールズの映画ですよね。そうです。うわ、懐かしい。そう、日本語だと下妻物語っていう、そうですね、はい、ですけど、それこそ土屋アンナちゃんとあと、深田恭子ちゃんが主演で、はい、そう、めちゃくちゃ海外でやっぱりそれを見てロリータだって方が、ね、はい、私もそうだったし、やっぱそうです、はい、ちょっとヤンキーっぽいのものは好きになっちゃった、それだったんです。あー、すごい、バイブルみたいな。そうそうそう、ほんとほんとそうやね。うん、ロリータファッションがどうやってといつ生まれたんですか。だいたい90年代にストリートファッション、はい、原宿のストリートファッションとして生まれました。だから今で30年ぐらい、さあ、割と新しい文化とは言われてるんですけど、意外と歴史が深くて。そうですね、はい、で、まあ、2004年に先ほど出た下妻物語という映画で、はい、あの、かなり知名度がバンと。あ、本当ですか。そうです。そうだったんですかね。日本ももう下妻物語様々で、はい、ロリータファッションっていうのが、かなりこう、市民権を得た、はい、得たのが2004年ぐらいです。わー、まあ、ですよね。そのケラとか、あとは昔はフルーツとかのマガジンだったんですけど。めっちゃすごい、はい、詳しいですね。1999年から買ってます。やばっ。そう、たぶんオタクですね、だいぶ。いや、すごいすごい、たぶん、私のファンの方は、ゆりこちゃんは結構アニメとかもそう、コスプレのイメージ、アニメだけのオタクだと思われてるんですけど。あ、私思ってました。ですよね。実は結構原宿とか、あと日本の、ね、J-POP とか J-ROCK も、あ、じゃあもう日本全部好き。そうそう、もう日本は全部好き。あ、で、特にポップカルチャーは好き。大好き。大好き。へぇー。ロリータも昔と今と違いがありますよね。大体まあ、映画の影響、下妻物語が2004年でバンと人気になって、そうそうそう、その後、キャリーパミュパミュさんが出て、そう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 、デビューして、可愛いっていうファッションがまたドンって、うん、
ブレイクしたことをきっかけにロリータファッションもまあついでに人気になっていって、やっぱり日本よりも海外の方が今は人気があるっていう感じで、はい、で 5,6 年ぐらい前からは中国でまたロリータブームがすごくって、で私も結構中国に行くことが多いぐらい、だから今は中国が多分一番ロリータファッション人口が多いのは中国。いいなぁ。確かに私も中国人の友達が、まあ、このチャンネルにも出てるんだけど、普段はロリータですよね。あ、本当ですか。そうそう。で、向こうもすごく流行ってますよって言われたから、あ、いつか一緒に中国に行きたいなって。なんか興味始めたんですけど、それの前に、あれ中国にも、え、ロリータ、え、流行ってるって、やっぱりびっくりしたんですね。でもやっぱりもう、日本は、そうですね。日本はちょっとやっぱり、まあ、値段が高いっていうのもあって、なかなか若い人がこう、ちょっと入りにくい文化ではあるんですけど、まあ、ちょこちょこね。なんかあってやっぱハードルが高いイメージがあって、なかなかっていうのもあるけど、でも最近インスタ映えのファッションとしては結構注目を浴びてはいます。そうですね。みざこさんはいつからロリータになりましたか？私実はロリータ歴20周年目なんですよ。なので、なので、まあ、逆算すると、今年齢が36歳なので、16歳の時からロリータを始めます。そうなんです。だから20年目です。20年、すごいな。え、でもゆりこちゃんも10年ぐらいはロリータ。はい、そうですね。10年前はロリータで、コスプレは11年ですよね。はい。いや、すごいね。よく、なんか、ロリーパーをやめるとかって考えたことないですか？いや、でもね、割と、ありますよ。やっぱ年齢との壁って、多分コスプレイヤーさんもあると思うんですけど、どうしてもこう、年齢との戦いは、ロリータもありますよ。なんか、結構、私、男性目線が痛くて。でも、わかります？すっごくわかる。すっごく、ほーい、ほーい、てめえら、本当に言ってるんだよ、本当に。そうですよ。そう、なんか、やっぱデート服とかに、ロリータで来られると、みんな引くっていう。でも、それってさ、日本人から。日本人はめちゃくちゃそうです。多分9割、9割。なんかモテファッションと自分が着たいファッションってやっぱ違うから、そこをなんか理解しつつ、年齢と戦いつつ、なんか自分の好きを貫くっていうのが、まあやっぱ葛藤があると思う。ですよね。いや、素晴らしいこと今言いましたので、ありがとうございます。結構、まあ好きなものを貫くっていうのは、まあ、コスプレもロリータも結構障害は大きいけど、でもその障害よりも好きっていう気持ちの方がいつも勝るから、そうですね。それでなんか続けられてる部分はあると思います。だってさ、自分ってさ、あなたのことが好きなんだけど、これ変えてみてくれないとかって言われるのはきつくでしょ。多分同じだから理解してるみたい。すっごく言いたい。理解して自分のお互いがなんか逆にサポートしてほしい。今日は可愛いコーディネートしてくれた、ありがとうございますとかの方がいいですよね。いいですよね。私もなんかこう、付き合ってる方でロリータ嫌いな人がいた時に、やっぱりちょっと着替えてきてって言われたことあります。私も言われたかも。本当に？コスプレが、嫌なではなくて、でも、もう、恥ずかしいって。そろそろコスプレやめた方がいいねって。あ、本当？で、同じ、家に出てくださいじゃなくて、もう完全に、バイバイって。強い！バイバイ。でも、その時は、みさこちゃんはどうしたんですか？私はね、着替えてきました。ダブレス！ダブレス！こんな可愛いのに、このまましてほしいんですね。いや、そうなんだけど、なんか、結構好きな人だったから。でも、わかる。一番、昔の、すっごく大好きな方は、やっぱり変えたんですよ。ちょっと自分は。でも、着替えてきたんだけど、それでもロリータしか持ってなかったから、結局、同じだったみたいな。結局、そのままデートしましたけどね。なるほどですね。で、20年間ぐらい、ロリータをやってて、例えば、一番楽しかったこととか、一番いい思い出とかありますか？そうですね。いい思い出っていうか、常に、やっぱり、女性って、
大人になってもお姫様になりたい願望ってですよね。絶対誰しもあると思うんですけど、ロリータって毎日お姫様でいられるんですよ。いいなぁ。だからその心の高揚感というか、それがめっちゃアンチエイジングだと私は思ってて、変にこういろいろね、するよりも、高い化粧品を使うよりも、ロリータを着ればめっちゃアンチエイジングになるって思ってるので、まあ、そこかなって。なるほどですよね。いいですね。でも確かに、お姫様。ということで、はい、ちょっと時間はそろそろになりましたが、あっという間。ありがとうございます。ありがとうございます。でも、最後の質問がね、ちょっと気になるんですけど、うん、今自分の目的とか、夢とか、ありますか？そうですね、やっぱり私、まだ結婚してないので、あ、そうなんですか？そうなんですよ。だから、ロリータでウェディングドレスが着たい。はい、なんかロリータウェディングみたいなのがめちゃくちゃ憧れてて、そうですね、それをやりたいのと、もしこう女の子が生まれたら親子でロリータをやる。やばい、もう応援してます。ちょっとお願いします。誰がのいい方を、ロリータが好きな人、好きな人をぜひちょっと結婚式に呼んでください。呼ぶ。はい、ありがとうございます。あ、いいですね。今回水坂沖ちゃん、ファッション、ロリータファッションのこと、いろいろ教えてもらって、本当にありがとうございました。ありがとうございます。楽しかった。私も楽しかった。あと、これだけじゃなくて、みさこちゃんの、チャンネルの方に、実は私も、本物、ロリータになります。わあ、私、コラボ動画とかしたことないんで、はい、初めて。あ、ほんと？はい、ゲスト、初めてなんです。あ、嬉しい。うん、嬉しい、ありがとうございます。いや、こちらこそです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひチャンネルをチェックしてください。ではバイバーイ。バイバーイ。